ちょっとわからないところがあるんですけれど、先生がよくおっしゃる差し上げるっていうのは自分自身を宇宙に差し上げてるんですか、それとも宇宙のエネルギーを差し上げてるんですか、何を差し上げてるのかちょっとよくわからないんですけれど。なるほど。私もね、なかなかわかりにくいけど、私見て見て、あの、私ね、こういう格好ができないんですよ。これも何度も言ってる、こういう格好できないんですね。何かっていうとね、あの、困ってますっていう感じしない、困ってる人こういう感覚になるんじゃない、あの、年取っちゃったりするとこんなになるから、あ、私それできないの。ほら、これが差し上げてるですよ。私は例えば愛という言葉、なかなか使わないんだけど、愛という言葉にしましょうね。神社へ行ったら私は愛をいっぱい差し上げるの、いつも言ってる。太陽を見たらね、光をいっぱい差し上げるの。こういう体勢、こういう体勢、あの、引かないんですよ、差し上げてるの。何言ってるかというとね、あの、神のエネルギーをとか光を私から出して差し上げてるんじゃないの。あの、差し上げるという体勢をとってるかな。あ、要するに引かない、こう引かない、とにかく差し上げてるの、差し上げてるの。これが私の差し上げるですよね。ですから、例えば、困ってる方がね、私の患者さん、みんな困ってるから来るわけだけど、困ってる方来たら、もう差し上げちゃうの。素晴らしいね。困っててくれてありがとう。ちょっと違うんだけど、差し上げてるの。あの、だから、それだけで良くなるんじゃないかな。それ、あの、郵便屋さんが来たら、ありがとうって言って差し上げるかな。ねえ、黒猫さんが来たら、今日も頑張ってるねって言って、ほら、褒めてあげる。これ差し上げてるの。だから、何かを差し上げてるという感じではなくて、私は、もうこれがいい言葉かもしれない。自分を差し上げてますよ。あの、自分の心と体と全部、これもう一つひっくるめて、神も愛も光も私差し上げてますよ。この体勢が差し上げるなんだけど、だから私は引かないんです。こうやって引かないんですよね。あの、これで、これもこれも言いたくなっちゃったんで言うけど、気にしないでね。あの、私は武道が長かった。だから引く時もこうやって引くんですよね。差し上げながら引いてるんです。決してこうやって引かないんです。わかりますよね。もう怖くて怖くてできない、こうして引くんですよ。差し上げてるの。だから、これを隙がないと言うんでしょうね。あ、そういう言葉あまり使えませんけれども、あの、ついつい喋っちゃった、ごめんなさい。でもね、私は今もそう、差し上げてます。いろんなものを全部差し上げてます。じゃあ、あの、差し上げてるっていうのは体の動きなんですかね。あ、いいご質問ですね。あの、体と心の動きです。はい、心でも朝から晩まで差し上げてるの。だから、あの、怒ったり不機嫌になったりまずしないかな。まずしないね。できない、朝から晩までできないね。差し上げてます。なんか悪い例いきましょうかね。これもしょっちゅう喋ってると思う。なんか嫌な人が来て私に喧嘩吹っかけようとしたら、もうすぐ、どうかしましたか、あの、何かお役に立てませんかって私言いますよ。あの、逃げない。じゃあ、面白いねと似た感じなんですか。面白いね。面白いね。これ、私ね、面白いねでこうやらない。面白いね。面白くない、これ。面白いね。よし、やってやるぞ。あと、微椎からのエネルギーが上下してるですかね。また、では得意、私の得意技。あの、これも私のですからね。あの、私の信頼感はね、微椎からね、バーってこう出てくるんですよ。信頼感。だから、あの、見ててね、私はあなたを信頼してます。こうなるかな？信頼してます。あの、もう一言言うと、これも申し上げました。はい、こういう感じですね。はい、